一から自分を作り上げたい、また自分の良さを出し切って、ダメならもうダメで終わりでいいし、チャレンジするというか今のままでいいっていうふうには思わないし、今の現状に満足しない、より自分を高めたい、そういう気持ちではいつもいます。12球団あって、さまざまなそのチームカラーっていうのが出る中で、ファイターズはすごく温かい。北海道の、人も当然ですけど、ファイターズのファンっていうのが何より僕らは後押ししてくれるので、本当に一体となって球場も盛り上がってくれるし、本当に野球をね、心から楽しんで、やっぱ球場来て今日試合良かったね、明日頑張れるねってなってくれれば最高じゃないですか。でまた子供たちがこう球場来て、やっぱ野球選手かっこいいな、僕もなりたいなって思ってもらえれば、それはそれで僕らも本当に嬉しいし、僕らはそういう仕事だと思ってるから、僕らが頑張って、で北海道の、方々も頑張って、より高みを目指せたらもっともっと北海道盛り上がると思うし、本当に北海道をもっともっといい街に、いい意味でこう一つになれればいいかなと思いますね。恩返しっていうのはし続けなきゃいけないと思う。来てよかったなと。いやもうそれも当然思います。トレードでファイターズ来てよかったなって思います。